多分ね、僕ずっとここにいます。ここだと見てくださいね。クラフターのゲーム。みんな知らないでしょ。クロノトリガーってやったことないでしょ。みんなきっとね。さて、それでは今回はクロノトリガーレベル上げ回です。あまりにも虚無の状態になってきたので、撮影してみようかなと思って。現在ここがね、なんたるや、どこやったかしら。ね、全然覚えてないわ。ここでわかる。嘆きの山の賢者様ということで、多分ね、これ、1番が僕なんですけど、2、3が、もともとこの、スーパーファミコンを持っておられた方のセーブデータなんですけど、超えましたね。やっと。魔法の王国ジールよりも上ですね。魔法の王国ジール、マジできつかった。もう、全然意味わからなかった。やっぱ一つの物語の中にお姫様を何にも出さないでほしい。もう誰が誰かわからなくなって、本当虚無の状態で進めていきましたけど、あの時もね。で、今回は、もう本当夢のような場所にたどり着いて、クロノトリガーって、僕がここまでやってきた限りでは、とにかくレベルが上がらない。まあ、めちゃくちゃ上がらんわけじゃないです、あくまでもね。もうなんか RPG にしては、1回の経験値が30とかで、で、まあ、30の時で、どれくらいかな、300とか500ぐらい溜まったら1個レベルが上がるっていう感じかな。だから10回ぐらい敵を倒さないといけないんですけど、今回やっとですね、ここの敵は、経験値1回で1000くれるんですよね。1000くれるってなったら、どうなってくるかっていうと、もう進む気なくなった。ずっとレベル上げしてます。ここに至るまでも、なんか攻略サイト等でおすすめだったところがあって、そこで長いことやってたんですけど、全然ここの方がいい。まあもしかしたらここもおすすめって上がってるかもしれないけど、彼らもね、一応倒してたんですけど、まあまあ倒すか。ここはちょっとめんどくさいんですよね。この人たちは回復もするし、多分やけど見た目攻撃通らなそうやし、あと混乱させられるんで、思い通りにいかない時があるんですけど、ここのサンダガっていうんですか、発音がわからへんけど、初クロノトリガーなので、これがなかなか通らなかったんですけど、このルッカのファイガーっていうのが初めてドンと刺さるんです。ああ、混乱はやめてよ。めんどくさ。こういうのが、ちょっとレベル上げをするには、いらないですよ。まあ、2発目で十分かな。で、あと、そうですね。部屋を明るくして、離れてみてね。めっちゃ光る、この彼のサンダガですか？クロノの。めっちゃ画面ビカビカするわ。これは気になって。あかんかった？おい。あれ倒せんかった？さっきので。ちょっと待って、倒せると思ってたわ。もう連打でいいでしょ。2回攻撃当ててんのに。あらあら。カエル君はものすごいスピードで成長してます。火力が違う。なんかね、経験値1000でしょ。多分ね、僕ずっとここにいます。なんていう発音なんやろ。サンダガ？これをもう永久に使い続けてるんですけど、そうするとこの MP がなくなるじゃないですか。MP がなくなったらアイテムの中のミドルエーテルっていうのを使うんですけど、多分これね、もともと60個ぐらいあったと思ったかな。60個以上あったと思うんですけど、ずっとここで、もう、あと40個なくなるまでここおろうかなぐらいの気持ちでいます。今回そんな映像です。ここだと見てくださいね。もうみんな知らないでしょ。クロノトリガーってやったことないでしょ。もうきっとね。目ビカビカするからよそ見してね。これで、こんな一瞬で、864稼げるんですよ。もともとレベル上げはめちゃくちゃ好きなんです。多分うちのドラゴンボール回を見ていただいたらわかるかと思うんですけど、ファミコンのドラゴンボールかな。5時間とかレベル上げしてるんで、ただまあ、
分かったことは2つかな。レベル上げはめちゃくちゃ好きだっていうことが改めて今回の、クロノトリガーで分かったのと、もう一つは、RPG はやっぱり分からん。もうね、多分終盤なんですよ、今。終盤まで来たんやけど、分からん。その彼らが何をしてんのか僕も全然分かってないです。読んでも読んでも理解できん。なんか登場人物が急に増えたんですよ、あの王国ジールのところで。なんかお姫様と弟みたいなやつも急に出てきたし、何のことだかさっぱり。なんかの崩壊を止めるみたいなことだと思うんですけど、なんかよくわからんのですよね。それ作ってるやつもおるし、もう確か魔王は倒したような気がするんですけど、魔王城ってここ来る前にあったんで、でもそこは中盤の攻略らしいんですよね。なんかここからまあどんどん、最終に近づいていくのかなと思うんやけど、難しいことはしたくないんで、このままね、もうクリアじゃない、レベルを上げて、サクッとクリアしたい気持ち。なんかね、特殊な魔法を覚えましたよ、彼、クロノ君。名前見てて、って思ったけど、これまあ回転斬り、かまいたちさ、回転斬りはね、MP2 しか使わんけど、ほんとお世話になった。これ便利でしたね。かまいたちはちょっと使ったことないですね。で、サンダーもまあ序盤使ったかな。全力斬りね、これもまあまあ、めった使わないですけど、使ってたかな。で、サンダガが今ちょっと必要になってて、レイズ、味方の戦闘符の直す、乱れ斬り、ちょっとこれは今初見ですけど、こんなんあったね。単体に4連続攻撃。シャイニングですね。敵全体に聖なる最強魔法を与えるっていう。シャイニング見てみたいけどな、MP。シャイニング次使ってみようか。この、なんていうかな、魔法を覚えた時がさらっと出てくるから、知らん間に、覚えてるんですよね。ケアルガもね、これずっと勘違いしてた。ヒールが全体回復なんですよ。てっきりケアルガも全体回復やと思ってて、ずっとこのカエルくんのケアルガのみで、ケアルガか。ケアルガのみでやってました。だから、後の、3人のうち1人しか回復してない状態で戦ってきてたと思う、今まで。回復役が彼しかいないので、なんかルッカはおすすめやった。って書いてた気がしたから使ってるけど、あんまり今とかフレア、敵全体に最強火炎ボム、メガトンボム、円範囲の敵に、これね、円範囲の敵にっていうんですけど、円範囲は回転斬りは結構いけるけど、円範囲に入ってたことないねんな。だいぶね、育ってきたかなと。レベル上がりにくかったのと、あともう一個ね、その、RPG 初心者にとって、苦痛と、まあ、苦痛でもないけど、もう一声っていうのが、武器がね、なんか、結局ここの数値見てなんとなく当てはめてるだけで、なんか分かりにくいかな。すごい、サードアイって回避倍になんだよ。パワーマフラーとどっちがいいの？これにしたら？パワーマフラーどこ行った？力プラス4。攻撃力131が力が上がったら136になる。回復してみよう。回避倍？面白そうやな。ちなみに他の人の回避ってどれぐらい？ 23、18 は桁違いや。クロノ君。武器周りがまだちょっとその素人には分かりにくかったかな。入れ替わり激しいんですよね、すっごいね。ちょっとここがなんかもう一段階見やすいゲーム。で、あと物語にお姫様が何にも登場しないやつ。な、お姫様やったと思うねんけどな。なんか、ごちゃごちゃしたんですよね、一時期その、ジールのところかな。なんか、知らんお姉さんで、あ、すみません、回復するの忘れた。知らんお姉さん出てきたし、で、あれ、なんていうんかな。
弟か妹かわかんないですけど、そのお姉さんの、なんか、君たちはやられるんだよみたいな予言を突然し始めて、いや、全然知らんやつやのになって、ストーリーが、もっとなんか簡単なやつ、Gガンダムぐらいがいいです。国の代表が集まって殴り合うっていうぐらいの方が、それはついていけてないねんな。ただレベル上げは楽しい。これはまあな、仕方ないんやけど、どれか一個が尖ったりとかできたら楽しいけど、基本まあ全部一緒に伸びていくやんね。ここでレベル上げしててええんか。前、序盤ね、森でずっとレベル上げしてたけど、一個ステージ過ぎたらもうめっちゃ経験値もらえたから、そういうこともあるかもしれないけど、現状でもこれだけ1000もらえれば僕はなんとかで、シャイニング。見てみたい。まだ眩しくない？こっちの方が。いや、眩しいな。シャイニング。1200いくんや。これじゃあ、シャイニング向こうで使うか。あ、でもそんなに、あれか、エーテルがなくなってしまう。こっちが860でしょ？こっちがね、1000ちょっともらえるんやけど、かかる時間を考えたら効率的には、あ、ちょっと急いで急いで、シャイニング急いだ方がいい。また混乱食らうから。あ、オッケーオッケーオッケー。一撃。どう？すっげえ。まあね、エーテルどっかで買えんのかな？経験値1000でしょ。150差なんで、ただお金めっちゃもらえてんな。これ、あれか？もうお金だいぶある今。あ、でも4万や。6万5千で、多分、なんか古い国の、古い国じゃないな。何だっけ、なんか、モンスターがやってるお店で買い物できるんですよ。で、モンスターがやってるお店は、10倍ぐらいの値段取られるけど、武器が強いんですよね。今の人たち3000円でしょ？あ、ちょっと待って、エーテル。大阪弁が、なんか最近、関西人の人の、なんて言うんですか？配信って昔からよく言ってるんですけど、僕苦手なんですよ。まあ、同族が苦手なのかもしれないけど。だから見ないようにしてたんですけど、最近関西人ばっかりなんで見てる配信が。どんどん自分がなんかわけわからんくなっていく。基本人と喋らないから、あれだったんですけど。大阪弁がきつくなっていってるイメージはあるなぁ。本気出したらめちゃくちゃきつい大阪弁やったんかもしれん、うち。ほんまに。周りは確かに、なんか、できるだけ気にせんように喋ってたけど、本気出したらそうやなぁ。もう、コテコテになるんだと思うんで、毎日、あれよな、ストグラ見てたらもう、やばなってくるよな。あ、お金みんな捨てた。レベル上げ会か。はちょっとやりながら、もうぼちぼちやと思ってけどかな。キングダムハーツは最終ステージ、最後の島かなんか忘れたけど、の手前で、結局、その、やめちゃったんですよね。ストーリーが分からなかった。まあ、今と同じ状況ですね。ストーリー分からんなってなったからやめちゃったんですけど、そうならないために今クリアはサクッとしたいんですけど、武器買いに行きたいな。これ、なんか自由に移動できる船みたいなのも手に入ったんですけど、今ここにないねんな。なんかあんまり自由には思う。あれ？お金もらえた？今経験値出たけど。いや、溜まってないな。4万7千。さっきのやっぱり鳥じゃねえわ。草の方がもらえるんかな。この3人っていうのが憎いね。まあ、ある意味そのゲームスピードは上がるから、味方が4人も5人もいたら、その分ターンが増えるからね。なんかそういう意味では、3人っていうのはすごくいいんやけど、やっぱりいろんなん使いたいって思うと、ちょっと寂しさはある。経験値。あ、お金もらわれへんねや。じゃあ向こうの方が得や。
ただめちゃくちゃ MP 消費するから、 MP 回復する魔法とか誰か持ってないの？ベロロンって何？超回復、 MP 回復ってないの？誰か、そんな魔法はないの？あ、おったな、この子。この人たちって、あ、アイスがって覚えてる。一度もスタメンにはめてないけど、育っていくんか、勝手に。いや、育ってないな。ロボ、初回以来使ってないな。まあでも買いにも行けるしな、別に。使い切っても、引き返せば、ラピスって何？さっきからドキドキと、あ、回復なんや。特製弁当、ハテナ回復。なんか知らんもんいっぱいある。牙、羽ね。もうここめんどくさかった。マジックカプセル、魔力成長。誰に使うんやろう。花びら。ゲートホルダー。なんか知らんもんいっぱい。あ、ここにもあるやん。6個しかないね。レコーダー、バイクレースのスコアをメモリーする。やり込み要素か。え、あの武器買いに行きたいなぁ。シャイニング何発？ 3 発撃つんか。レベル上がってきたらそのサンダーだけで無理なんかな。引き返すか。もうここは一旦クリアしてしまって、移動できるターンで、ここね、この今の山、めんどくさいんですよね。意外と登ってくんのめんどくさくて、行き止まりやらちょろちょろある中で、お、黒のレベル40になった。これでサブスキル発動するかな。サブスキルの種が発動してくれるといいんやけど。ポケモンか。レベル上げが多分好きやったポケモンか。参戦するか。新しい DLC、そろそろですよね。ちょっと12月僕えげつないぐらい忙しくなりそうなんですけど、でも、こういう時間はやっぱり大事なんで、一番大事なんで、楽しくやりたいな。ストグラも見てまうしな。面白いけど、すごかった。昨日見てたら配信中になんか何十万って投げ銭してる人おったよ。あん、すごいね。悲鳴上げてた配信者の人が。ええー、みたいな。すごい世界やね。あれはちょっとさすがにお腹痛くなるわ。でもまあね、余ってるって言ったら変やけど、溜め込むよりは、ね、自分の好きなことに使うっていうのは、ええんやろな。こんな映像見せられてもみんな。まあ、クロノトリガーの感想もついでにちょっと、あれしようかな。マジで、むずいって。迷うことがやっぱすごくストレスに感じ、パズルとかは好きなんですよ。パズルとか好きなんですよ。迷うことがすごいストレスになるから、あ、やっべ。これやばい。結構混乱食らったらお互い打ち合ったら終わりやもんな。ルッカのターン来てほしい。早く。はい、これ、通して、あ、通った。この子を先頭にしたらこの子が先に回ってきたりせえへんのかな。そしたらもうね、温存できるんやけど。ここの入れ替えしか無理なんか。黒のは絶対一番上なんや。黒の、いやーちょっと一挙にこれ使い出したな。変えん、どっかで変えるやろ、きっと。でね、あの武器買いに行こう。どっから変えれるんかな。全然やっぱ時代の行き来は RPG 初心者にはきつかったな。もう一個の時代でやってほしかったな。あの妖怪ウォッチやったことある人いてるかな。妖怪ウォッチの最新って言っても5年
3年ぐらい前かな、なんとかプラス4やったかな、ちょっとあめっちゃやったんですけど、もう途中で耐えれんかった。現代過去未来を行き来しながら探したり戦ったりするんですけど、もうどこに結局どこ行くんやっけみたいななって、きついよな。これでもあのおじさんの住んでるところみたいな、鍛冶師の人がおるところが二つの時代にあって、どっちに行くんみたいな、わからんってってなって、きつかったよな。結構ね、何やろう、そこで答えを見出せれたら楽しいってなるんやと思うけど、普通に1時間半とか迷うから難しいねんな。あの機械加工とかで、あ、やめて。やっぱり習ったばっかりの人が教えるのが一番いい、人に伝えるときに。もうもちろん教えるプロの人がね伝えるのもすごいことなんやけど、同じぐらい今覚えたばっかりの人が教える方が伝わりやすいんですよね、初心者の人にとって。何が言いたいかっていうと、攻略用のウィキとか書いてたり、まあ、このクロノトリガーを好きでクリアした人たちの説明文が初心者にはもう難しいです。もう分からんのです、何を言うておられるのか。ちょっとなぁ、シャイニング初手回復っていうのが謎よな。初手回復謎やったけど、あのポケ3でのね、回復入れたら 100% の状態で回復入れたら 120% とか 130% とかになるっていう、あのシステムはなかなかないと思うわ。僕あれ感心した。うわ、ミスった、回復入れたって思うけど、それが生きてくるっていうのがあのゲームのすごさよな。クロノのレベルが上がる。ちょうどね、この3人がいい具合にね、無限に順番に上がり続けるから、そういうもんやと思うねんけど、RPG って。どうしよっかな。クロノ MP なくなってきたし、お金貯まってんな。一旦引き返すか。とりあえず、正直もうあと1時間で見られますけど、このままずっと一旦引き返してみて、あのお店行きたい。セーブポイントどうしよっかな。お店にも行きたい。そうか、こいつらお金くれてなかったんや。めっちゃ長い時間損したわ。じゃあ彼らばっかり倒してたけど、上の植物倒してたら今頃コマン長者になってたんじゃない。長時間おるから。前にレベル上げした時に多分30、32、3ぐらいまで行った気すんねんな。でそっから攻略にこう全振りでやってきたけど、普通に攻略するだけやと本当に経験値なかなかもらえんくて。そう、これわかる？あの避けれないんですよ、ここのステージね。全部そこにたどり着いたら寄ってくるっていう感じかな。まあ、山頂まで行ってしまった方が早いかもしらんけど、あえてここは遠回りすることによってレベル上げを楽しもうか。カエルくんはでも、まあ、そうか、回復能力持ってるんか。でもそうなるとなんかおすすめはもう一人に、あのなんかもうなんていう、露出度高い女の子が火力めっちゃ高いみたいなことらしいんですけど、そこがなぁ、あの子魔法覚えないんですよね、その分ね。それとこのルッカーの、でもルッカーの全体攻撃はやっぱちょっと魅力ではあるんよな。この辺はサクッといきたいね。これってどのレベルまで鳥山明が考えてんの？全部考えてんの？キャラクター。すごない？それを、そういうもんなんか？だからクロノトリガーは人気なのか？いやー、なかなかなー。こ
ここに来てがぜんやる気は出たね。ここに来るまでもずっと難しくて、まあ、なんかね、お城の中に本があって、その本を必ず3つあるんかな、マップの中にね。で、その本を開ける順番によって行ける先が変わってくるみたいな、扉が開くんかな。そんなんさ、わからんって。そんなもん。まあちょっと今から戻んのリスク高いかな。わ、こもる。道そもそも覚えてないしな。いや、もうこの人たちへの評価下がったわ。めっちゃ好きやったのに、昨日の夜まで。お金くれへんねやん、彼ら。そこは嫌いやな。すぐ倒れてくれるって部分ではすごくいいけど。あ、めっちゃ出てくる。これ嫌いやな、このニコイチで出てくるの。サンダーで行けたっけ？さっき生きてた気がするけど。RPG。まあでもクロノトリガーのクリアは行きたいな、やっぱりね。でも、なんやろ。あのゲーム名作だよねってみんなの会話を聞いて、あのキングダムハーツがいいとか、FF の何々がいいとか、そういう感動があるのを自分も味わいたかったわけですよ。でも、キングダムハーツも最後まで話理解できんかったし、キングダムハーツね、最初のやつ、なんか、人魚になるか忘れたけど、人魚のステージがあるんかな。で、海中をずっと泳ぐのがあるんですけど、多分3時間ぐらい泳いでた気がする。全然見つけれんくて。帰ってこれた、帰ってこれた。マジで終わったと思った、もうあれ。で、やっと見つけれた時にはね、なんか心折れちゃったんですよ。あのステージがね、酔うの、画面が。もう、辛かった。そうだ、そう、会話に、どこまで、レベル上げで語れることないしな。でも、嘆きの山は本当感動です。素晴らしかった。これさ、これに乗ったらなんか時代行き来できるみたいな言ってなかったっけ？うわ、どれや？現代、世界崩壊、未来、え？中世。あれ飛ばれへんかったっけ、これ。なんかこんな感じのとこやった気するけど。村長じゃなくて、グッズマーケット。ここは？ああ、普通のおじさんやん。なんかモンスターが売ってる武器屋さんが、どっかにあって、ポケスリの方でね、もっとテンポよく喋れとか、なんか、そこをなんとかしたらいいみたいなこと言われたんやけど、こんなもんやねんって、うち。そう。なんやろうな。その、みんなが改善して、みんなが思う形になっていったら、もう、何人も配信じゃいらんやんか。あれ、違う。ここじゃない？強い武器売ってるとこ。これが現代か。中世か。現代って、現代かな。じゃあ。これ下に街なかった？やっぱり、あれやんね。まあ別にこれが売りやっていうわけじゃないけど、自分なりのスタンスではやりたいなとは思うね。昨日見てた VCR の方は、やっぱなかなかその有名人ばっかりの中には、ね、馴染める人馴染めない人がいるから、その人は結局ずっとあれしてはったな。山で水取りながら。現代かな。あのおじいちゃんのいるとこ戻りたいのにな。コメント欄とずっと喋ってはった。もったいないね、あんだけいろんな人いる中で。でもまあ、それが、そのやりたいスタイルであればいいと思うしね。じ
もまあもう7年8年やってるからなんか決めなあかんねんけど、ここか、違う、どこ、どこやろう、どこやろう、お店なんか妖怪がやってるお店どっかにあるはずやねんな。妖怪がやってるお店、これさ、あっこにさっきの船置いたままゲート使ったらどうなんの。あ、ここちゃんわ、こいつ、こいつやっぱちょっと苦手やな。どこですか、あるわゲート、どこやっけ、なんかこの世の終わりみたいなとこやんね。この画面弱へん、ちょっとドラえもん思い出す。あと老人、おーい、何、どうした、何、そうか、あの男完成させたのか、時を渡る翼を、その命と引き換えにその翼で今一度行ってみてはどうかな、その古の魔法の国にな、何かあったらいつでも来なさい、私がお前さんたちの時間の道しるべになってやる。ごめん、ちょっと話あんま聞いてないから分かれへん。多分あの時代行き来するやつの話やね。トルース村、裏山じゃなくて、なんかモンスターの家に湧くのなかった、こっちはリーネ広場でしょ、これ広場今来たとこやね。メディーナ村、うわここもっぽいな、ここはどう、あれでも時を渡るなんちゃらみたいな、その乗り物を置いてきちゃったけど、どっかに、あ、ここここ、これモンスターおるやん、ってことは何だっけ、栽培マンやったっけ、ここに武器やない、ほら来た、ここの武器さめっちゃ高いね、もうでも今持ってる武器の方が強い。光のローブでもめっちゃ上がるけど、あの子ら使ってないから、うわ使ってない、あーもう超えちゃったんか、エーテル高はて10ぐらいしか回復せんやつやねこれ。そうかー、まあ今買ってあの後ろのやつ、いやでも拾った武器でもうええかも、憧れてたのにこれ、ちょっと残魔刀俺持ってるわ、憧れてたのにここの武器買ってみたいなーって、1万円とかしか持ってなかった時なんで、もうおっちゃんわざわざ会いに来たのに、もうほんまに、まああれどっからどっから帰ればいい、さっきのとこまで戻らなあかんのか。あ、でも、いいや、さっきのとこ一旦戻って、現代やったっけ。現代戻って、エーテルとかは顔、あ、ちゃ、あの、なんていっけ、なんとか山の手前で買えるやんね。リーネ広場でいいんかな。とどめて、違う。ここやんね。大量にじゃあもうその買うつもりだったら6万5千円分エーテル買って、ミドルエーテル買って、であと5時間ぐらいレベル上げしてから進めようかな。本当に苦労したくない。そのロックマンをめちゃくちゃやってたから、毎回こういうゲームの時話すんですけど、あのワイリーパターンがもう本当に辛いの。あれって良くないと思うねんな。ワイリーって倒してもまた変形して登場して3回目ぐらいまであるんかな、2回ぐらいだから復活するんですね、しかも強くなって。そのイメージあるから、ラスボスと戦っててもダウン取ってもどうせまた復活するんでしょって思ってまうわけよ。せえへんねん。だからそこがなぁ、あれどこやったっけ、古代文明、原始文明ちゃうかな、
山ほどエーテル買っていく。あれ、こう、な、こんなとこやった気がする。なんで、もうちょっと近くまで行ってくれへんやろ。あ、ここやね。ここでさ、ショップあったと思うね。どっかに。誰に向けて売ってんのか分からへんけど。ここじゃないか。一応話しかけとくか。ここや。ザマト売ってんね。1万7000円しかも。くっそ。あ。あ、でも、何て言っけ。今の持ってる武器の方が強いんじゃなかったっけ、カエルくんは。確か。あ、エーテル普通のしかないの？あ、ないん？ミドルエーテルってお店で売ってないんや。え、そうなぁ。24,000円。これぐらいじゃあ買っといて。このエーテル使い切るまで行くか。レベル50ぐらいまで行きたいけどな。どんなもんなんやろな。またレベル上げの場所も登場するとは思うんですね。まだステージ言うて4つぐらいウィキ見てたらあったから、クリアした人からしたらね、この場面がどれぐらいなんかわかるんやろうけど、これ全体像知らんから。でもタイム22時間やねんな。え、マジかよ。剣9時間でここまで行ってたん？なんか違うな。セーブした回数125回。え？なんかやってたんかな、これ。この方。僕、22時間やってまだ、ジールの3つ、もうちょっと、いやでも3つ後ぐらいですよ。ほとんど変わらないですよ、ここ。2倍ぐらい時間かかってんな。まあまあ、セーブポイント来たし、一旦ここで、レベル上げ回ね。みんな興味ないと思うけど、クロノトリガー、レベル上げ。現在40ですね。どこまで、まずはクリアを目指したい。うん、本当に、まで頑張ってみたいと思います。これが終わったらね、スパロボを、もう続きからなんですけど、昔やってたところをね、やってみたいかなと思ってるので、またもしよかったら見に来ていただけたらな。それから、あれです。バイクメカニックシミュレーター。あれも同じく雑談するだけですけど、僕としてはちょっとね、気に入ってる配信で、BGM もね、なんかおすすめサイトみたいなのがあって、そこから、使わせてもらってるんですけど、かっこいいんで、ぜひぜひ見に来てください。では、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。